Every はい、s me, いえき、こんにちは、大西です。今日も型の応用一緒にやっていきましょう。今日は、every という単語に注目したいと思います。よく使うのは、every day、毎日とか、every morning、毎朝とか、every Monday、毎週月曜日とかそういう感じで使いますよね。 はい。今日は every がですね、単数扱いっていうことをインストールして帰ってください。帰ってくださいっていうか、終わってくださいっていうことですね。はい。では例文見ていきましょうね。She has been to every country in Europe。意味としては、彼女はヨーロッパのすべての国に行ったことがあるよという意味になりますね。では解説しますね。主語が she ですね。 はい。動詞は、have been のとこなんですが、ここは現在完了形になっているので、have プラス動詞過去分詞ですね。はい。been というのは、b 動詞の過去分詞ですね。はい。have been to どこどこで、どこどこに行ったことがあるという経験値を表します。はい。現在完了形で経験ですね。はい。has になっているのは、主語が c なので、三人称単数の影響を受けるんですね。 え、愛でもなくて、you でもなくて、他の誰か一人か一つが主語のとき、え、動詞に s をつける法則がありますが、現在完了形も影響を受けるんですね。なので、has を使います。she has been to 場所でどこどこに行ったことがあるということになりますね。はい、every country。はい、今日のポイント、every ですが、まあ、これすべての国ってことなんですが、every はですね、それぞれを指して、 すすべて意味なんですね。それぞれの国それぞれ各々を指してすべてという意味なのでポイントは一個一個に当たってるんですよなので単数扱いなんですねなので every countryS はつかないということですね in Europe はいヨーロッパのっていうことになりますはい、ではこの単数扱いということに慣れていきましょうね n u m b e r t w o 毎年夏は海に行くよっていうことですねはい every summer I go to the beach. はい。早くビーチに行きたいって感じです。もう寒いのもね、だんだん飽きてきますよね。はい。では、every summer。毎年夏ですね。もうこれ、このまま覚えちゃいましょう。はい。もう結局ですね、every の後に複数形来なくなります。口が覚えちゃうから、なんか、 うっかり複数で言ったら気持ち悪くなるので。<laughs> はい。それが、もうやっぱりね、体は正直なんでね。はい。愛が主語、語が動詞ですね。中は矢印。はい。日本語ではね、海に行くって言いますが、まあ実際ビーチに行くんでね。go to the beach と言いますね。Okay.3. うちの娘は毎晩ボーイフレンドと電話してるわよ。まあ電話で話してるってことですね。はい。では行ってみましょう。主語は、my daughter. はい、動詞は話すですね。talks。はい、誰と、Boy to. To boyfriend と、to、her、boyfriend。はい、何で、場所ですね、今度は。お電話上おなので、on the phone となりますね。はい、こんな感じです。解説します。my daughter が主語ですね。 はい、daughter なんだけど、まずこの真ん中の GH 読まないんですね、そもそも。で、ここが au ですよね。au は口をあの大きく割と開けて、カラスの鳴き声みたいな音ですね。ああ、ああ、ああ、みたいな。カラスが夕焼け空に飛んでいく、なんか日本昔話の世界みたいな。そんな感じの、ちょっと表子抜けした音ですよね。口が大きく開いて、ああ、 あーって感じですねそしてここの t が結構ね、えー、アメリカ系の英語とラ行っぽくなるから daughter となってくるわけですね。はい、そんな感じです。はい、talks。はい、talk に s ついてます。なんでかっていうと、三人称単数が主語だからですね。はい、この t o も矢印ですね。talk to 誰誰々誰誰と話すっていう意味なので、 her boyfriend ととお話し,してますよーと現在形ってことは日頃の習慣ですね。あ毎晩って書くの忘れたっていうかそ,それが重要だったみたいなね。はい、それが言いたかったんだけど忘れてた。はい、On the phone。はい、毎晩だから、はい、先ほどのエブリ様を応用すると every night ってことですね。まあ、今はね、ネットでつながるからお電話無料だからいいですよね。 はい、talks to her boyfriend on the phone. はい、えっと、on the phone. 電話上でですけどね、この on っていうのを場所を表しますね。くっついてる場所ですね。まあ、電話って元を正せば糸電話なんですよね。元を正せば糸電話。だから、声がね、糸に乗って伝わっていくみたいなイメージで覚えてください。ね元を正せば糸電話。声が乗ってくんです。くっついていくんですよね。はい、他にも on the internet とか。 インターネットでっていうインターネット上でっていう場所を表すきもオン使いますね。インターネットのね、あの茨のようなインターネットの門に乗って情報が動いているというイメージを持っておきましょう。オンは接触だからですね。くっついてる場所を指しますよね。表しますよね。はいで、エ n リナイト。はい、エブリ。タンス扱いですね。はい、OK Number four.、No.4。これもエ r リ使ってみましょうね。 はい。じゃあ、まあ、言い方はいろいろありますが、ホテルの全お部屋が Wi-Fi を持ってると言えばいいですね。なので、Every Room in the Hotel。はい。それが持ってるよ。has Wi-Fi。Fi. って感じですね。はい。解説します。はい。Every Room。ここが主語なわけですよね。 はい、in the hotel、ホテルの every room がってことですね。はい、単数扱いですよね。だから、動詞も have じゃなくて has になるわけ。三人章単数だからですね。every room が3、人章単数だから has になっているわけですね。はい、Wi-Fi を持ってるよ。つまりあるよってことになりますね。OK、5。この曲を聴くたびに彼女を思い出す。まあ、切ないですね。はい、今度は、えー、何な々んなんするたびにっていう接続詞 everytime を使ってみましょうね。 every time I listen to this music はい、えー、彼女を思い出すよと I remember her ということですねはいこんな感じです解説します はい、everytime、はい、ここは接続詞として使われてますね接続詞って何かっていうと接着剤なんで前の文章とカンマまでのこの前の文章と後ろの文章をつないでるわけですね接着剤のように I listen to this music to 私はこの歌を聴くこの曲を聴くたびに I remember her 私はは彼女を思いい出すすと言ってるわけですね、はい、もちろんここ、every time とか when とかでもいいわけですよね。when I listen to this music でも一緒なんだけど every time だと毎回だからより強調されますよね。毎回曲を聴くたびにっていう感じですよね。はい。えー、前の文章が愛が主語、listen が動詞ですね。listen to 何なんで何々に耳を傾けるって意味なんですね。this music に耳を傾けるたびにその時毎回 I remember her. 彼女を思い出すと言ってるわけですね。愛がし語 remember が動詞、her が目的語ですね。remember は思い出すっていう意,味意味と覚えているっていう意味二つありますが、まあ、ここを思い出すっていう感じで使っています。はい、こんな感じ。every はですね、おののを指して全部だから、一個一個にスポットが当たってるので、単数扱いだよっていうのを今日は押さえておいてください。はい、では音読して入れていきましょうね。No.1 She has been to every country in Europe. 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 She has, she has been to every country in Europe. 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 Number two. Every summer I go to the beach. 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 Every summer, I go to the beach. Every summer I go to the beach. Every summer I go to the beach. Number three, my daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. My daughter talks to her boyfriend on the phone every night. Number Four Every room in the hotel has Wi-Fi. 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 Every room in the hotel, hotel has Wi-Fi. Number five. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Beast Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Every time I listen to this music, I remember her. Okay! Thank you for watching. See you next time. Bye!